これはMSF2019 のレック05、5月10日かな。これ補足問題にしましょう。簡単な問題出してまして、それで A イコール1マイナス1、1、1、 B イコール何だろう、1、2、マイナス2、マイナス1ですか。で、A マイナス TB の事乗、これを最小にする、T を求めるわけです。それで、なんだっけ、 A がこうあって、ちょっと A と B がその逆になってて嫌がらせみたいですけどそんなつもりはありますかってそれで TB こうですね。そうすると、ちょっとこれ内積大丈夫なのかな、ちょっと待ってください。あ、これまずい。これこんな感じなのかな。ですから、ここの中身の A-TB というのは、なんか A-TB はこうなってるね。で、T が動くとこうなってくるんだけど、どうせこれも説明するけど、これがこう垂直の時が最初になりそうですね。で、今の場合はそれを使ってもいいんですけど、地道にやりまして、これはそうするとどうだろう、 A の大きさの2乗引くに T 倍のAB と、それどうですか、プラス、T の事乗 B の事乗になりますね。そうすると、A の大きさの事乗、これ4ですね、これすぐ分かる。で、内積は、1と1、1と1マイナス1で消しますから、マイナス1と2でマイナス1とだからマイナス4なのか、だからプラス 8t なの、プラス、これ大変じゃない、 4と4で2で10か、 10t 以上、あ、大変というわけです。ちょっと大変になりましたけど、それでこれ計算してやるかな、計算はどこ行った、あれ、ちょっと待ってください。明日記憶がある。で、そうすると、どうするの、これ大変じゃない、なんか。10でくくるの、そうすると、5分の4だから、t プラス5分の2の事乗ですか。で、マイナス4、あ、プラス4引く。25分の4に10かけたのに引くわけ、25分の、ちょっと待って、25分の4で、5分の8、あ、大変。そうすると、これいくつですか、あ、これ5分の8だ。5分の8ですね。ですから、これいくつかというと、t プラス5分の2の事乗、プラス20だから5分の12が最小値です。それだから、t イコールマイナス5分の2の時に、
最小値が5分の12であることが分かります。それで、実際ここですけど、こう垂直だったのは B-TW とどっち、これ B が垂直なのね。そうするとこれ B の二乗マイナス、あ、これ TA です、すいません、あ、TB だ、A-TB だ。ちょっといつも逆にしてるから、そうすると A-TB ですね、これ。そうすると黄色はA-TB ですね。で A-TB がちょうどこれに当たるんだから、これとB が垂直であればいい。そうすると、AB とマイナス TB の二乗ですね。そうするとこれ0の場合計算すると T イコール、B の二乗分の AB で、もうちょっと計算具体的にやる必要ないですね。でここ見たら分かるんですけど、ここですね、これ最初の部分だけやると、B の二乗でくくると T の引く、B の大きさの二乗の AB の二乗プラスなんとかっていう定数項があって、だから これが0とこれ同じ条件ですね。まあ、というわけでここは垂直であるときに最初になったらこれで分かります。